三浦店長、はい、シャフトをカスタムするだけで30ヤード飛距離アップすることは可能なのか。はい、可能です。まずはこちらをご覧ください。まずはじめにご紹介するのはこちらの三菱レイオン製ワークテック飛翔というシャフトになります。こちらのシャフトは第2の標準シャフトと呼ぶことができます。ノーマルシャフトの安定性、バランスをより強化したシャフトとなっております。ブレもなくスタンダードなカスタムシャフトと呼べるでしょう。はい、続いてご紹介するのはこちらです。竹内プロも使用しています、三菱レイオン製ドラコン飛翔シャフトになります。このシャフトはドラコン日本一の、ワークスゴルフのですね、飛ばしのノウハウとシャフトメーカーナンバーワンのですね、三菱レイオンがですね、その飛ばしのノウハウを、その技術を持ってですね、実現した飛距離を追求するためのシャフトになっております。ブレない、ヘッドスピード加速、捕まり、安定感抜群をですね、実現させた、シャフトになっております。ではですね、このシャフトについて竹内プロにですね、解説をしてもらいたいと思います。はい、実際に私も、ドラコン飛翔シャフトを使っております。実際に振った感じのイメージなんですけども、まあ、振りやすい、これが一番に挙げられます。振りやすいということはですね、スイングのリズムやテンポというのが非常に良くなってきます。ドライバーで振りにくいシャフトを使っていてもスイングのリズムやテンポというのは良くなってきません。でですね、まあ、ヘッドがですね、インパクト付近で加速している感じが非常につかみやすいので、方向性もいいし、ヘッドスピードもアップしやすいシャフトになっております。通常のノーマルシャフトなどだとヘッドの手前で、インパクトの手前でですね、ヘッドが減速してしまう動きになるシャフトが多いんですね。ただドラコン飛翔のこちら三菱レオンさんが作られたシャフトはですね、ここから加速していくということでですね、非常に加速を自分で実感することができるので、スイングもしやすいし安心感があります。またここはちょっと2オン狙っていきたいなっていうロングホールなどでも、ちょっと自分の中で振っていくっていう形で振ったとしても吹き上がらないので、安心してボールを叩きに行けるっていうのが強みになっていると思います。で、またあのヘッドがですね、ヘッドのフェース面の中心に当たらなくても、このシャフトはですね、そこまで飛距離を落とさないでくれるんですね。あの平均飛距離としてもアップしますし、最高飛距離としてもアップしていきます。またインパクトの感触としては、手にですね、変なところに当たってもジーンとする感じがあまりなく、ヘッドのシャフトの中でこう吸収をしてくれるような感じになってくるので、非常におすすめのシャフトです。ヘッドスピードがですね、41以上の方はこのドラコン飛翔を必ずつけてみ、このワークスのドライバーを振ってみてください。はい、最後にご紹介するのは三菱レイオン製プレミアム飛翔シャフトになります。先ほど紹介したドラコン飛翔シャフトの超軽量モデルになっております。シニアの方、打点が安定しないアベレージゴルファーの方、いつも通りのスイングでいつも以上に振り抜くことが可能です。力が落ちた方、楽に振りたい方は非常におすすめのシャフトになっております。それではこちらのシャフトも竹内プロに解説をしてもらいたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではですね、こちらのシャフトについてもっと詳しくお話をしていきます。まず見た目なんですけども、見た目が非常にかっこいいです。三菱レオンさんは結構見た目にもこだわってシャフトを作ってるんですけども、この飛翔シャフト非常にかっこいいモデルになっております。で、もちろん性能も抜群にいいんですけども、実際にですね、あのこれを買っていただいた、プレミア飛翔を買っていただいたお客様との、お話をする機会が何回もあるんですけども、非常に喜んでいただいております。みんな距離が伸びたというお電話をいただけます。でですね、今ツアープロのですね、シニアツアーのプロではですね、シャフトが軽いものを使用するっていうのが
主流になってきております。軽いものを使うっていうことはもちろんヘッドスピードは上がってきます。今このシャフトっていうのが 43g なんですけども、この 43g のシャフトっていうのはなかなかないんですね。この軽量になってるシャフトっていうのはやっぱり技術的にも難しいので、やはりシャフトメーカーである三菱レオンさんだから作れたシャフトというところで、ぜひこの軽量シャフトを使ってスイングをしてみてもらいたいです。シャフトを軽くするってことはヘッドの方のバランスを重くすることができるんですね。そのようにすることでスイング中にヘッドの重みを感じながらスイングすることができます。ってなるとシャフトのですね、このたわみがですねスイング中に感じやすくなって、スイングのリズム、テンポが安定してきます。またこのシャフトのたわみで戻っ、このシャフトの戻りでですねヘッドスピードを加速させることができますので、飛距離アップを簡単に望めるんですね。で、私が電話で相談いただく場合ですね、おすすめしているのが少し長めに、いつも使っているよりも長めにですねインチ数をセットしてカスタムして送らせていただいているんですけども、今実際46インチから47インチをおすすめしているんですけども、このぐらい長くしてもですね全然軽いので違和感なく振り切ることができます。で、1インチ伸ばすことでヘッドスピードというのは1程度上がるんですね。というと飛距離っていうのも1インチ伸ばすと 5.5 ヤードぐらい伸びると言われております。その時点でもう飛距離は伸びるんですけども、またこのうまいことこの性能を使ってスイングをすることで飛距離アップを簡単に望めます。ヘッドスピードがですね41以下の人はこちらのプレミア飛翔シャフトをつけて練習をするようにしてください。非常に振りやすいシャフトになっております。三浦クラブではこのプレミア飛翔とドラゴン飛翔をつけていただいたお客様に限って一度ですね無料でリシャフトをしていただくことが可能になっております。どういうことかと言いますと、例えば R で注文したお客様が振ってみてちょっと違うなっていうことでしたら、まあいろいろ私に相談していただいても結構ですし、メールを送っていただいても結構ですので、その合わなかった状況をですね一度伝えてもらって相談してフレックスを例えば SR に変えるとか S に変えるっていうことはですね一度無料でやらせていただいておりますので、ぜひご連絡いただければと思います。で、またバランスの調整であったりインチの伸ばしたり切ったりっていうのもですね一度無料でやらせていただいております。ぜひご安心してお買い求めください。全てのシャフトについて説明をさせていただきました。実際にシャフトの種類が多すぎて悩まれる方も多いと思いますので、この動画ぜひ見て、何回も見ていただいて、シャフトを選んでいただきたいと思います。はい、はい、それでは最後になりますけども、はい、シャフトがですねいろいろ種類があったと思います、はい、自分に合うシャフトをですねしっかりと選んでいただいて、はい、カスタム仕様のシャフトをつけてみてください。でですね、ワークスの方から、いろいろシャフトのですねデータがホームページにも載っていると思うんですけども、はい、10ヤードから30ヤードシャフトを変えるだけでアップするというふうに、はい、その機械で測った時にですね数値が上がってきていると思うんですけども、はい、非力な人がですね例えば35ぐらいのヘッドスピードの人が、はい、このプレミア飛翔ですね、はい、さっきご紹介させていただいたプレミア飛翔で、はい、ワークスのドライバーをつけてですね、はい、ヘッドをつけて、はい、10ヤードから30ヤード距離をアップさせることっていうのは店長三浦さん、はい、可能でしょうか。はい、可能です。なので本当にですね、安心して、カスタムシャフトにですね、挑戦してもらいたいと思います。当店では、シャフト、リシャフトもですね、安心保証をですね、つけていますので、ぜひそちらも活用してください。はい、それではぜひですね、カスタムシャフトでですね、皆さんが飛距離アップをするのをですね、心から願っております。最後までご覧いただきましてありがとうございました。